31、32、33、34、これでもあれですかね、皆さんも一緒に腹筋したらいいんじゃないですかね。今一緒に腹筋しながらショールームしましょうか。これ何、ハートとかそういろんなの送ってくださってありがとうございます。これはあ、ちょっとごめん、放送事故、あ、ごめん、放送事故になってる、ごめんごめん。じゃあもうやめた方がいい、そろそろ、まだいけんだよね。そう、初配信なんですよ、ソロでやるの。まさか最初からこんな腹筋をやるとは。あ、これ50いったみたいです、もう。あ、でも結構きつくなってきた。はぁ、あ、はぁ、あ、ありがとう、そう、ストイックだね、ありがとう。ワンダーコア懐かしいっすね、ありましたね、そんなのね。よいしょ、あ、2万人たった、ありがとうございます、すいません、腹筋、ごめんなさいね、2万人の皆さん、こんばんは、こんばんは。もうそろそろやめとこうかな、もう辛くなってきたよ、100行きたかったけどな。よいしょ、今何回ですか、もう67回、待って、あと3回、1、2、3、ということで、すいません、70回という記録に終わりました。2万人の皆さん、私の腹筋を見ていただきありがとうございました。ああ、疲れましたね、70回だって、ありがとうございます。よし、あ、気づいてくれてる人いる、嬉しい。そうなんです、実は今日気合い入れてこうポジピース T シャツできたの、これ、ほれこれね、ファンの方が作ってくださったやつとかじゃなくて、まあでもファンの方なのか、なんかあの私の友達がよくライブに来てくれるんですけど、地元の友達が、その地元の友達が今年のライブにこれをみんなで着てきてくれたらしいんですよ。それをもらいました、すごい可愛かったので着てきました。恵まれてます、本当地元のみんなにはっていう、あ、そう、暴走ですね、暴走のみんなに、はい、助けられてますねっていう、嬉しい、気づいてくれてありがとうございます。クレーだって、あげたいね、あげたいですありがとうございます。お、ポジピースあって、久しぶりにじゃやりますか、ポジピース。あ、いいですね、今の発音はよかった。そう、かなちゃん次の企画行こうかな、次の企画というか、お、次の名古屋ライブについてトーク、いいですね、来てくださる人、お、あ、いろんな、あ、ちょっと、おお、よく来てくださるのかな、みんな、ありがとうございます。ちょっといいですよ、名古屋ライブは、まあ詳しくは言えないですけど、毎回いいんですけどね、すごくいいです。なんかこう名古屋とか大阪とかたくさんね、昔から回らせてもいただいてる会場って、やっぱりこう今年大阪やって思ったのが、同じ大阪のライブでも本当に景色が違くて、昔のねもう光景とか全然覚えてます。上の方が真っ暗でペンライトがお客さんがいなくて埋まらなくてとかいう時代もすごく覚えてたので、サイリームのこう風景見るの好きなんですよね。こんなにファンの人増えたなっていう風にすごい嬉しくて、いつも、うん、でなんか一人で語ってみたいでこういうもんか、ショールームってこういうもんなんですね。ちょっとだんだん勉強中なんで、ちょっと勉強させていただきます。名古屋の方言、ちょっとじゃあ方言言って締めるんで、方言教えてください。名古屋の作業言って、さっそ名古屋の方言ありますか、なんか
ごめんね。水筒よってそう。あ、違うよ、違う。なんでやねん。違うでんな。あ、デラなんとか。デラなんとか。じゃあ、今見てくれてるファンの皆さん。デラ、ありがとう。どうかな、これ。合ってましたかね。はい、ありがとうございます。ということで、長野ライブお楽しみです。皆さん来てくださる方は、来られないよって方は、応援してください。はい。じゃあ続いての企画、今週はですね、夏の思い出日記というのをやります。8月も後半戦ということで、今週は夏の思い出日記を書きます。夏の思い出をですね、絵と文章で1枚の紙にまとめたいと思います。だそう。夏の思い出か。じゃあ早速書こうかな。絵はね、まあまあなんですけど、何かあれ描こうかな。あれ描きたいけどちょっとどうかな。あれ描きたいけどどうかな。うまくまとめられないな。あれ描きたいんだけど、どうやって描けばいいんだろうな。難しいな。難しいな。難しい。日記って私あんま書いたことないんですよ。じゃあ頑張って書きます。難しいね。こんな感じだったかな。いいかもしれない。よし、で、に行きました。ちょ、字が汚くてわからないかもしれない。じゃあ今年の夏の思い出、じゃん。ちょ、字が汚っ。画面通すと字汚い。どうしよう。読みますね。丁寧に書けばよかった。プライベートで USJ に行ってきました。新幹線を乗り間違えました。中山和美。高山和美の夏。私のファンの皆さんはもごめとかで知っているかなっていうふうに思うんですけど、この間 USJ に1日だけ夏休みいただいても行ってきたんですよ。で、新幹線初めて乗ったんですね、一人で。そしたら友達がで、なんかこう車内で待ち合わせにしたんですけど、友達がいなくて間違えてました。詳しく話せば長いんですけど、まあざっくり言うとそんな感じで新幹線乗る方を覚えました、24歳にして。高校生の頃とかは東京まで高速バスで通ってたんで、バスの乗り方とかは結構バッチリなんですけど、こう新幹線の乗り方っていうのがまあ難しくて、こういつも握手会とかはこうスタッフさんがいらっしゃるので、こう一人だとこんなにも何もできないんだなっていう、おっちょこちょいだなっていうふうに思いました。あとね、実はね、方向音痴なんですよ、高山。これあんまバレてないと思うけど、っていうね、ちょっと絵はがき絵日記コーナーは終わりということで、次は乃木曜日選手権に行きたいと思います。
今週はトランプ46だそうです。先週私秋元真夏ちゃんの配信にちょっとだけお邪魔させてもらったんですけど、その時は時間をぴったりストップウォッチで46をぴったり測るってやつをやってたんですけど、それは先週まで、で今週からはトランプで46、5枚引いてで46に近い人が勝ちみたいな企画をやるみたいです。で、その優勝者には焼肉お食事券がもらえるそうです。いや焼肉食べたいですね。肉は好きです。あ、最近自炊するんですよ。鶏肉とか買ってきて、あのなんか乳酸キャベツっていうのにハマってるんですけど、乳酸キャベツと鶏肉と山椒もこう結構業務用で私好きなので買ってて、でその山椒をあの結構ミルで砕いて入れるんですね。そうすると結構私的に美味しいですなんかいいですね、こういう普段なんとなく何気ないことをお伝えできる機会ということで、何のということでだよって感じですけどじゃあ行きたいと思います。よし、あーこれは運ですからね。どうかな、手料理食べさせて。お、全然食べてほしい、食べてほしいです。一人で食べるとね、美味しいんだか美味しくないんだか分かんないんで。よし、では1枚目ダン。3、待ってよ、ダメじゃん、でかいの引かないとで、ダメじゃん。どれだよ今の引けって言ったのは。次行くぞ、これでいいんだな、これでいいって言ったな。2枚目ダン。6、どんどん行くぞ、せーの、これでいいの、それって言ってる、それって言ってる、いきます、せーの、ダン。7、お、徐々に増えてますね。終わったって言ってる、終わったのこれ、どんまいで。次はこれ、これでいい、ダメ、ダメ、やめよう、これ、今、よし、4、誰のせいでもない、これは。ちょ、ごめん、最後いくよ、最後でかいの引きたいです。いきます、今、せーの、ダン。うわー、きたー、よし、ということで合計は32だそうです。まあまあまあ、なかなかいいんじゃないかな。ちょっとなんか負けず嫌いなんでね、こういうクイズとか、そう、選手権とかはちょっと悔しいですが、まあしょうがない、運のものはしょうがない、祈ります。はい、みんなありがとう、そことか言ってくれてありがとう。そうそう、いいですね。なんか昔からね、勝負事とかやっぱ思い返すと、剣道を私10年間やってたんですけど、なんかやっぱり負けるのやっぱ負けると怒られるし、なんか悔しくて、その頃からなのかな。でも最近はまだちょっと、で乃木坂入ってあんまり負けず嫌いじゃなくなって、でもどうなのかな。でも今でもゲームとかゲーム企画とかすごいですもんね。だからなんか差が激しいですね。なんかそれこそ勝負っていうか、まあ順位競うものはプリンシパルとかもそうでしたけど、そういうのは全然そんなことなかったんですけど、ゲームとかね、剣道をやってた頃がたまに出ちゃいますね好きです。それこそじゃんけんとか、あ、で腕相撲とかそう、腕相撲とか結構やっちゃいますね。なのでなんかいっぱいやりたいですあ、今野さんに負けた時懐かしいよ、裏にありがとうございます。説明しますと、
46時間テレビという番組で叩いてかぶってじゃんけんポンをやらせていただいて、私結構自信あってで、今野さんという乃木坂46の偉い人がいるんですけど、その今野さんに今まで勝ってたんですよ。なんですけど今回初めて負けて、でイエーイって喜ばれちゃって、あれ悔しかったな、あの瞬間思い出しましたねあの時ちょっと昔の勝負事みたいのが出てきちゃってますね、うん、剣道もね、こう、まあ、そうですね、はい、ありがとう見てくれて、あ、嬉しい、高校生クイズ行きましたっていう方もいらっしゃって、高校生クイズも素晴らしいですね。あ、今 CM 流れているのかな、あの CM とかもこの髪型してますね、最近ちょっとハマってるんですよ、このちょちょちょっていうあのここを、あ、ちょっとなんか恥ずかしい、ちょっと見ちゃった、ここをですね、ここだけを残して、ここだけをこう、なんてここばっかりすいません、なんか説明が難しいですね、ちょっとそう明るくしちゃったんです、すいません、ありがとうみんな、面白い、いいですね。あ、10年後もアイドルって、そうだね、あのあれで言ってるね、その CM で言わせてもらってます、そう、あのアイドルの仕事が好きなんですよ、うん、だからね、正直次どうするかみたいなのも考えなきゃいけないんだろうけど、困っちゃってます。あ、3万人突破だそうです、ありがとうございますね、3万人の皆さんに見ていただける環境って本当に、はあ、嬉しい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 、ありがとう、ずっと応援するよって言ってくださる皆さん、ありがとうありがとう、あのライブとかのタオルとかめっちゃ見えてますよ、私メインですよ、視力 2.0 ぐらいあるからめっちゃ目いいっていうのもあって、すごい見えてるんですよ、見えたやつは大体こう指さしたりしているんですけれども、そう、あの神宮とかね、あのなちゃんのお父さんとか見つけてね、煽りだったからね、あのちょっとね、煽りで移動だったからね、目がいて、あ、こんにちはみたいな、ちょっと会釈もできました、はい、あ、そう、そういえばマイアンとマヌスが今日誕生日イエーイ88888888、さっきねみんなでお祝いしましたよ、そう、あのねみんなケーキ食べててね、その時にね来た、あの大丈夫、私は甘いものを今食べてないから、そう、食べたかったとかじゃないです、すいませんだけど今そうちょうどみんなが食べてた時に来たで、あの写真も全員で撮ったんで、全員じゃなかったかな、何か仕事の子とかはいなかったですけど撮ったんで上がると思います。まずは25歳、私と1個違い私は24歳まだっていうと、ゆうりと真夏にいつも来られる、お、おめでとうコメントは、で、じゃあどうしよう、2人に向けてメッセージ、こんなところで言うのも恥ずかしいけど今思いついた頃と、なんか真夏はすごいです、もうなんか感情の起伏がない、なんか、じゃあそんなに悪いことなんですね、違う、なんていうのかな、きっと落ち込む時もあると思うし、こうねえ、うん、毎日がきっと楽しいばっかりじゃないと思うんですけど、真夏はいつも優しいし、いつも笑顔だし、うん、なんかなんて言うんだろう、私の思う、ね、なんだろう、もう言葉が難しいですね、ちょっとリテラシー能力が足りず、
でもとにかくいい人、こう、何喋っても話聞いてくれるし、どんな時に真夏を見ても、例えばこう、なんだろう、たわいもない話を楽屋でしてる時とかにふって真夏とか見ても目があったら必ずなんか笑ってくれたりとか、些細なことですけど、なんか3期生とかにも、さっきもなんかレノちゃんとすれ違った時に真夏が、レノちゃんすごい背伸びたねみたいな会話をしてて、私もすごい、あ、すごい背伸びたっていう会話をしてたんですけど、こうさりげない会話というか、すごく気配りさんだなっていうふうに思って、私はなんか人見知りっていうか、もう人と仲良くなるのにちょっと時間がかかってしまうタイプだなって最近気づいたから、なんか直そうとしてるんですけど、なかなかそれがうまくいかないこともあって、一緒に仕事とかいっぱいしてたらだんだん仲良くなってくるんですけど、それたわいもない会話みたいのがうまくできない人なので、そういうのはすごく尊敬します。という語ってしまいました。マイヤンはもう本当に好きです。昔からポジション隣で、あのぐるぐるカーテンの時から隣で一緒にやってるんですけど、めちゃめちゃ笑わせてもらってるし、あんな綺麗なのね、美しいのに、でも改めて肌もすごい綺麗一番近くで見てる自信あるんですよ、昔からこんな近くで見てるけど、いつもいい匂いだし、いつも綺麗で、なんだろう、かっこいいんですよね、一緒に仕事してるとすごくかっこいい。あの神宮のライブの時に、あの演奏してくださる皆さんがいらっしゃって、でこう待機してらっしゃったんですよ、袖で。でその時に私たちは移動で秩父の宮と神宮で走らなきゃいけないから、リハの時にバーって走んなきゃいけないんですけど、その合間でマイヤンはそのアンサムの皆さんに、お疲れ様です、ありがとうございますっていうのをすごく大きな声をで言ってらっしゃって、すごく熱くて、なんかこうね、移動するだけで大変なのに、マイヤンがそう大きい声で言ってるから、あ、私も言わなきゃいけないと思って、ちゃんと大きい声で挨拶をしようっていう風に思いました。なんかそういう些細なことがなんかかっこいいなって思うことが多くて、だから白石麻衣っていう人がすごい存在、大きい存在に、皆さん、世間の全国民に、地球上の人にとってもそうなってるんだなっていうのをすごく感じます。ちょっとね、うまくね、もう話がまとまらないんですよ、私。ちょっとバレちゃったかもしれないんですけど、今日のね、楽屋ってこういう感じ、なんかね、あの丸があんまないんですよね。こうなんでもずら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 続いちゃって、すいません。あのでもこんな風に語れるのもたまにはいいかなって思います。はい。ということで、最後の企画といいますか、明日の向井葉月ちゃんに宿題じゃないか、なんかお題をちょっと考えてきたんで、発表します結構昨日 夜中に考えました。それはこちら、これちょっと反転しちゃってんのかな、皆さんにはちょっと難しいと思うんですけど、クイズを考えてきました。謎解きをちょっと自分で初めて考えてみまして、乃木坂謎解きということで考えてみました。乃木坂のメンバー謎解きという名前でいいかなっていうふうに思います。これはファンの皆さんにも一緒に考えていただきたくて、選択肢が別にありますね。選択肢はこっちにあります。これを皆さん覚えていただくか、こう何かに残していただいて、これをがどこかに、これがここに入りますね、これに入るのを当ててほしいなっていう謎解きをちょっと考えてみました。クイズ好きなので楽しかったです。クイズを作るっていうのをちょっと初めてやったんですよ。
楽屋とかでメンバーにクイズ出すの好きで、そういう時はちょっとネットでこういろいろ調べて、クイズの問題調べて出すことが多いんですけど、ちょっと初めて作って、さっきもメンバーに何人かに出したりとかして、すごく楽しかったです。ちょっとこれを考えていただきたいなっていうふうに思います。ヒントもちょっとないと難しいと思うので、ちょっとヒントもいくつか葉月ちゃんにこの後書いて残して いけたらなっていうふうに思います。皆さんも一緒に考えてみてください。選択肢です。お、分かった方いらっしゃいますね。あ、いらっしゃいますね。あ、いた、嬉しいね。こういう感情になるんだね。うるさいよね、ごめんね。すごい、嬉しい。じゃあ、分かった皆さん、葉月ちゃんじゃないしで。お願いします。嬉しい。下がタワーで見えないって方もいらっしゃるね。こういう感じ。わー、分かった方、おめでとうございます。あ、じゃあ正解したご褒美として、この T シャツを 3名の皆さんに プレゼント 勝手に、すいません、ちょっていう嘘の ごめんなさいね はい。お、最後には皆さん、4万人の皆さんが見てくださった、あ、それ約4万人の皆さんが見てくださったようで、本当にありがとうございます。ちょっとなんだろうね、ちょっと本当に練習中、皆さんありがとうございました。明日の配信は、6時18時からだそうです。葉月ちゃん楽しみですね。ハッサン今日も頑張ってましたよ、水色の服着て はい、ということで、ちょっと私的にはもうあっという間でうまくしゃべれなかったなっていう反省もあるんですけれども、すごく楽しかったです。皆さんご視聴いただきありがとうございました。毎日こう気温の変化もありますけれども、体調に気をつけてください。私も頑張ります。ありがとう。おやすみなさい。